代元平が建立した毛通寺。元平の妻は毛通寺の隣に寄り添うように寺院を建立しました。それが観自在王院。当時の建物はなくなっていますが、発掘調査に基づいて復元整備され現在に至っています。園内を進むと目の前に広がるのが舞鶴ヶ池。四方およそ90メートルのほぼ正方形のこの池は、中央に中島、周囲には須浜、巨大な石組みがあり、庭園作りの秘伝書作庭記の手法通りに作られていました。その規模は小さいながらも平安時代第一級の浄土庭園であったことが忍ばれます。池の横には牛車を止める車宿りの遺構、そして奥には阿弥陀堂跡が見つかっています。平泉が最も栄えたのが三代秀平の時代。清平の中尊寺、元平の毛通寺に続き、秀平が建立した寺院、それが無料光院でした。礎石や池の跡が大切に保存されている無料光院跡、そこからも当時の姿を伺い知ることができます。宇治の平等院鳳凰堂を模し、しかもそれをしのぐ規模であったと言われている無料光院。彼岸の時期には背後の金鶏山山頂に夕日が沈んでいくように配置されており、その様子はまさに極楽浄土を体現していたと言われています。現在観自在王院跡にあるのは江戸時代に建てられた阿弥陀堂。ここでは毎年5月4日に泣き祭りが行われています。800年以上続くこの祭りは、元平の妻の葬儀を再現していると言われ、度胸の後棺に見立てた腰を手で支え阿弥陀堂の周囲を回ります。この度胸が泣いているように響き渡り、静かな祭りは連綿と受け継がれています。